ここまで4連敗のドラゴンズ、連敗ストッパーを託されたのは WBC で経験を積み進化を遂げた高橋宏斗。しかし初回、スワローズの2番濱田にいきなりホームランを浴び先制点を許します。しかしこれで目が覚めたのか、ここから圧巻のピッチングが始まります。 WBC で共に戦った山田哲人を追い込むと空振りの三振。続く村神様、村上宗隆からも侍ジャパンの主力を連続三振に仕留めました。高橋は6回を投げ、打たれたヒットはホームランの1本だけ。勝利をリリーフ陣に託します。3対1とリードで迎えた7回、ノーアウト3塁2塁と一打同点のピンチもベテラン田島が好リリーフ。ベンチで高橋も吠えました。このまま逃げ切ったドラゴンズ、ホーム初勝利をファンに届けました。ドラゴンズの日本一に貢献できるように、もっともっと勝ち続けて頑張りたいと思います。